そうですね。まあ、私は黒ですね。始まってる、はい、対局開始ってですね。対局開始、はい、私は黒ですね。はい、よろしくお願い、はい、よろしくお願いします。音あった方がいいんじゃないですか。あ、ついてますか、音。すごい、はい、なんか新鮮です、はい、あ、今動かしたのはポーンという駒で、まあ、将棋でいう歩ですね。最初2段目にいる時だけは、2マス進めることができます、うん、はい、はい、1マスでも2マスでも選べるということですね、はい、1マスでも2マスでもそれを好きな方を選べるので、はい、この E4 っていうチェスの動き、これはあれ格闘なんかあの7六歩みたいな感じですよね。はい、そうですね、定石的な手順です。で、今私が動かしたのはナイトという駒で、はい、八方に動ける桂馬です、はい、で、ポンはまっすぐ動くんですけど、斜めに、斜め前にある駒を取るので、今私はポンで攻撃されたナイトを、避ける、かわさないといけないので、はい、攻撃に避けます。すごい。私はもう一つナイトを動かして、どれに行きますか。100年でじゃあで、今白が動かしたのがビショップという駒、将棋でいう角と同じ駒ですね。斜めに何マスでも動かせます。はい、はい、で、今ポーン同士が初めてぶつかったので、ポーンを交換します。今ポーンと交換しましたね。はい、そうです、はいはい、もう一個ポーンと交換するか分からないですけど、ポーンぶつけます。チェスは取った駒を使えないんですもんね。あ、そうですね、将棋と違って、はい、チェスははっきり白の黒駒と黒の駒が塗り分けられてますので、はい、取った駒は相手の駒がどんどん手元に溜まっていくことになります。それを打ったら相手の戦力が増えちゃうんで、はい、はい、ダメですね。はい、で、今白が動いたのはキャスリングという手で、はい、キングと端にあるルークという駒をこう入れ替えるという動きが一手でできるんですね。はい、つまりその将棋でいう囲いのような形が、はい、一手でできるという特別な動かし方になります。はい、はい、今王様を囲って、はい、王様を囲、白が囲って、はい、でクイーンが、次に白は動かしました。でクイーンは、縦横斜めに全て動かせる、盤上で一番強い駒になります。はい、これは取られると大変ですね。はい、はい、確かに穴熊っぽいです。穴熊っぽい。そうです。で、今ナイト、白のナイトと黒のナイトがぶつかったので、はい、黒から取りに行きました。はい、はい、あ、で今、特別なまた、文字が出たと思うんですけど、それは今ポーンが動いたことでビショップの道が開いて攻撃ができるようになったということですね。はい、はい、で今少し駒の交換が進んで、次はどうしますかね。あ、取られた。例えばはい、ピンって何ですか。あ、ピンというのは、はい、そうですね、強い駒で、相手の弱い駒はこう斜めであったり縦横であったり一直線に狙って、手前の駒が、動くと奥の駒が落ちてしまうという状況にして、手前の駒の動きを縛るというテクニックですね、はい、将棋にはない感覚ですよね、うん、はい、知らないことだらけで、はい、桐谷先生はいかがですか。うん、将棋の強い人はだいたい動かし方さえ覚えれば結構強いですね、チェスも、うん、あ、はい、将棋にもありますかね。なんかさっきないっていう説明を受けたんですけど、いや、はい、だから将棋の強い人がチェスの動かし方を覚えれば、はい、それだけでも結構強いという。あ、そうですね、はい、そうですね、まあ、羽生さんがチェスをやってるっていう話は結構有名なんですけど、はい、まあ、他にもその将棋の経験者の方でチェスをなさられたと思います。そうですね、私はまあその強くはないんですけども、はい、昔青山学院大学の学園祭に行ったらチェス研究会に、はい、今の女流棋士の谷川春江さんがいましてね。あ、そうなんですね。で、やったら、まあ、私は動かし方ぐらいしか知らなかったけども勝っちゃったりしまして、はい、でその後彼女が学生の女子チャンピオンになったって年賀状をくれたのがきっかけで彼女を女流棋士に誘ったんですけどね。なるほど。で、女流棋士になるのを進めるために行って、うん、また指したらやっぱり私が勝っちゃったぐらいで動かし方ぐらいしか知らなかったんですで、まあ、そういうことがありまして、だから将棋の技術が結構チェスにも生きるのかなと思ったですけども、はい、そうですね、はい、いやいや、それで谷川さんはその後将棋の勉強をされて女流プロになられたという。なるほど、いい話ですね。いや、というかね、もともと日本将棋が好きだったけども、はい、青学には将棋部がなかったんで、はい、それでチェス研究会に入ったってことだったんですね。なるほど。確かに青山学院大学には今もないですね。あ、今もないですか、はい、将棋部が。チェス、はい、チェス部ですね、はい、あ、チェス部今ないんですか。チェス部も、あ、当時もあったらしいです。そうなんですね、活躍、はい、時期もあったんですけど、さて、
ここで、フリア君指した手はビショップがタダで取れるように見えますが、本当だ、もらっておきましょう、はい、で今またピンというのはこのビショップが、動くと奥のルークが落ちちゃうので、これでまあ一時的に動けない、ね、取ろう、はい、相手の白の角を1個タダで取ってしまいました。どうするんですかね、はい、ポーンついてきました。そしたら今ポーンが動いたことで白のビショップがクイーンを狙ってるので、ここはまあクイーンが逃げる一手でしょうね、うん、はい、はい、今度はまあ中央のポーンがまあピンになって、これが動くとクイーンが落ちてしまうということですね。面白いですね。そしてピンは電学出しのことだってユーザーさんが指摘してます。あ、電学出し、電学出しというのはまたちょっとチェスで言うと違ってスコアと呼ばれるものになるので、またそこの説明は難しいですね、うん、はい、スコアもいずれ出るかもしれないですね、うん、今私はルークをこう後ろに回してルークを縦に重ねた状態ですね。このルークという駒は縦横に動ける飛車と同じです、ね、つまりチェスにはこう飛車と角が2つずつ白黒持ってるってことですね、はいはい、なのでこう飛車をのような、まあ、強い縦に動く強い駒をこう、並べてるともうこう縦の貫通力が強くなるということですね、うん、あれ？さて白は考えてます、はい、今ビショップが起きましたね、はい、そしたらどうしましょうかね、いかがですか今の戦況は。今の戦況ですか、はい、ピンチですね。ピンチどっちが。いや、あの古谷先輩の方が。古谷先輩がピンチ。古谷さん、チェス歴どれぐらいなんですか。私は大学入ってから始めたので、1年半くらいです。1年半、はい、そんな経ってないです。あ、チェスやっぱどの辺が面白いですか。そうですね、タクティクスって言って、私タクティクスの問題をひたすら解くのが、あのチェスのこうやって動かしたら、うん、この駒が取れるみたいなのが好きです。プログラムよりもタクティクス、ね、そうですね。じゃあ次の一手みたいなもんなんですかね、うん、将棋の。そうですね、桐谷さんもタクティクス好きなんじゃないですか。いや、あの私はだからチェスは動かし方は分かるけども、うん、そういうことは知らないんですね。よくあの、うん、本も読んだことがないし、ね、ただあの動かし方を教わって若い頃やってたというだけで。才能がやっぱすごいですね。今黒がビショップで、ポーンを取ってチェックしました。でチェックと同時に、クイーントリーも両方なってるんですね、うん、どういえば将棋でいう角での、王手飛車取りみたいな状況になってますね、はいうんはい、そうすると白はクイーンを諦めなければいけなくて、はい、で黒はルークでクイーンを取ります。でルークをぶつけてきたので、うんね、これ持ち時間10分切れ負け同士なんですけど、はい、そうですね、ものすごいやっぱ早いですね。やっぱパッパッと説明しながら。そうですね、そうですね、はい、いや私もそのチェスこれ、まあ、10分切れ負け、まあ、こうやって早く指すんで長いと思ってたんですけど、よく考えたら将棋ウォーズだと10分切れ負けって相当時間なくて焦ってやったりするんで、うん、慣れてないとなかなか10分切れ負け大変ですよね、うん、今ナイトでキングに対してチェックかかったのでキングを逃がします。チェスの場合やっぱりあの引き分けが非常に多いわけですかね。はい、うん、そうですね、チェスはその、まあ、将棋でも千日というものがありますけど、はい、まあ、5パターン大きく分けて引き分けがありまして、はい、そうですね、大体試合の、まあ、統計的には4割ぐらいが、はい、引き分けになるというふうに。4割もあるんですか。そうですね、あの、まあ、レベルの同じ同士の人たちがやると、うん、まあ、4割ぐらいというふうに言われますね。想定の2倍だ、はい、今ディスカバードチェックといってルークが動いたことで、はい、ビショップでキングに対してチェックがかかってるので、これは将棋でいう空き王手と呼ぶんですかね、うん、はい、分かりやすいです。であとは、うん、あれ、後ろの駒ほとんどないんですけど、クイーンでチェックをしてルークを挟んで、最後このクイーンでルークを取るとこうチェックメイト、チェックメイト、はい、なりますね。はい、じゃあお疲れ様でした。はい、ありがとうございました。いやーすごい、いやー すごいで、あの早くて理解はできなかったんですけど。いやでも、はい、また楽しいチェスが、将棋、あ、将棋ウォーズじゃない、チェスウォーズ、チェスヒーローズ、チェスヒーローズですね、はい、すいません、はい、でも
じゃあこれも将棋ウォーズみたいになっていくわけなんですか、チェスの方も。あ、将棋ウォーズのチェス版と思っていただけるといいかもしれなくて、本当チェスウォーズって名前にしたかったんですけど、いろいろですね、こう大人の事情があってですね、はい、あの商標ですとかですね、それでこうチェスヒーローズっていう、あの世界中で商標困らないようにズバッといきました。なるほど、そうですね、はい、そうですね、はい、チェスヒーローズまだ一昨日アンドロイド版がリリースされたばっかりで、はいはい、これからどんどんいろんな方に楽しんでもらえればと思いますね。そうですね、ゲーミングシステムも本当将棋ウォーズと本当一緒で、あ、今そうだ、改札買わなかったですね。あ、そうでした、失礼しましたね。あ、まあ、そうですね、そうですね、将棋ウォーズでいう、鬼神の機能がこのチェスヒーローズにも備わってて、はい、チェスヒーローズではカイサという名前でチェスの女神を意味する、はい、機能がついてます。はい、はい、将棋ボーズだと、なんて指すんですか、後手指すんですね、はい、チェスでも、まあ、将棋でいう後手分、3手そうです、ね、カイサが、はい、コンピューターが指してくれるという機能ですね。そうなんですね、はい、カイサだいぶ強いですね。はい、カイサじゃなくてカイサです。カイサもカイサ新、まあ、この子は並ぶ大師以上ぐらい強い。あ、そうなんですね、やっぱコンピューターは。はい、あの一丸さんとか平岡さんがね、あ、そうですね、一生懸命作って、あの将棋の、はい、あのエイプリーと筒川の開発者が、はい、そのエンジンを作った、はい、あ、カイサを、はい、へえ、はい、そうですね、その将棋ウォーズとか、あと将棋エンジンのその開発の、まあ、ノウハウを今度チェスのコンピューターエンジンの開発に生かしてるっていうことなので、はい、まあ、日本のその独自のものでなかなか面白いと思いますね。はい、私も帰ったら早速ダウンロードしてみたいと思います。よろしくお願いします。